スポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは私大石由佳とクリエイティブアシスタントの沙弘さんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりしますゆかです えー、今週一週間以内にあったことは、もうなんか一週間という時間をなんか一ヶ月分ぐらいに引き伸ばして生きた感じがするんですけど。<laughs> <laughs> えっと、今週一週間、本当 <laughs> さひろさんも大変でしたが、えー、えー、アップルイベントは、あれか、先週の収録の時はアップルパークで収録して、で、そこから帰ってきて、レビュー準備して、ね、えっと、先行レビューを、 AirPods, iPhone 15, iPhone 15 Pro と Apple Watch Series 9 4本、はい、無事出すことができたことが良かったことです。はい。お疲れ様ですはい。お疲れ様でした。さひろです。私も同じくゆかさんの動画が無事に出まして、ゆかさんも元気にニューヨークに戻ってこられて良かったなという感じで,すです、ね。まだ風とか引かず。はい。 ジムの効果が出てるのではないでしょうか。うかね、そうなんですかね。<laughs> <laughs> ちょっと体力やっぱついたのか。うんうんうん。僕はあると思います。あ<ー>、はい、よかった。サイロさんがそう言うなら、そうだうな。はい。はい。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> 今朝、えー、Apple Watch の先行レビューをアップして、これで先行レビュー、レビューは一旦終わりなんですけど、先ほど夜、YouTube のクリエイターの なんか、パーティーみたいなのがあって、で、明日実は YouTube のイベントがあるんですよ。なんか、YouTube 版アップルイベントみたいな感じで、うんうん、YouTube のニューヨークのオフィスで開催される感じで、なんかキーノートみたいなのあんのかなちょっとよくわかんないけど、朝9時ぐらいから行かなきゃいけなくて、早い、うん。<laughs> そう。で、結構一日中拘束されて、最後はなんかパーティーみたいな、また <laughs> <ー>。<laughs> 感じで、で、今日はなんかその、 なんていうんですかうん、うん、前夜祭みたいなあ。あ、そうだったんですね。そう。うんうん、で、ちょっと行ってきたんですけど、なんかその YouTube のパーティーっていうからなんかめっちゃ人がいっぱい来るのかと思ったら、なんか意外に30人ぐらいしかいなくて、うんうん、結構ちっちゃいイベント会場で、うんうん、こう、なんか飲み物を飲みながら、でもディナーはちゃんとね、<ー>なんか結婚式みたいに、ディナー。 パーティーみたいな。<laughs> うんあの、ストーリーで、なんかちゃんとメニューリストみたいなのがあそうそうそう。あ、そうなんですよ。そう。で、なんかちゃんとネームプレートみたいなのがその席にあって。はい、で、私の席の目の前の、えっと、斜め前か。が、MKBHD のネームプレートがあったんですよ。うんうん だけど彼はね、現れなかったんですね、今日は。<ー>やっぱね、先行レビューでお疲れだと思います。あ,<ー> <laughs> あの、一番忙しい時だからみんな。<laughs> そう。でも結構ね、ねテック系の人もいて、うんうん、あの、見たことあるっていう人もいたし、さっき佐業さんにも言ってたけど、うん、Your Mom Ashley っていう、ニューヨークに住んでるすごい可愛い、なんかや、うん、ライフスタイル系 Vlogger みたいな子がいるんだけど、その子も会えて、うん、めっちゃ可愛かったですって、はい。<laughs> 明日が本番なのでまた、今日もね、ちょっと Vlog したんですけど、また明日も引き続き Vlog しようかなと思ってるので、またその様子もシェアできればと思います。楽しみにしてます、はい。なのでちょっとね、私実は今、ほろ酔い、ほろ酔いライブです。<laughs> <laughs> あ、いいんじゃないですか、たまには。いい,い,い,いいです、いいです。はい、いいです、いいです。ちょっと先週、あの、アップルパークに行ってめちゃめちゃテンション高かったと思うんで、<laughs> 今週も負けずにテンション高めでいきたいと思います。<laughs> はい。ということで、今日も今週のテックニュースという感じなんですが、まあやっぱり若干アップルネタが多くなっております。うん、アップルウォッチのウォッチ o s 10皆さんアップデートしましたかはい。これがですね、まあいろいろ機能あるんですけれども、一押しの機能、それがスヌーピーのウォッチフェイスです。 イエーイ <laughs> このね、スヌーピーのウォッチフェイスが可愛すぎて、なんかちょっともう私泣きそうになっちゃうんですよ。はい、可愛すぎて。<laughs> 情緒不安定みたいな。<laughs> 本当にスヌーピーは可愛いの。で、なんかいちいち、その時、その時間の、なんて言うんですかなんか時間帯に関することだったり、天気に関することだったり、うんうん、なんか雨が降ってたらスヌーピーのとこにも雨降ってるみたいな感じになってたりとか、 はい。したり、いちいちね、このウェイクするたびに新しいアニメーションになってって、あと、すごいなと思うのが、あの、時計の針とインタラクションするんですよね。だからその実感によってなのか、毎回そのダイナミックに変わってるのかちょっとよくわかってなかったんですけど、なんかね、本当に、あの、可愛いんだけど、多分テクノロジー的にも結構、色々やってるっていうか、すごい凝ってるんですよね。 この9イ5 m a c の記事では、えー、Apple Watch チ,チームが、スヌーピーディシジョンと新レイアウトエンジンを、この Watch OS 10のために作りました、うん、みたいな、話ですね。うんうん、スヌーピーディシジョンエンジンっていうのがあるんですね。ね、そうみたいですね。<laughs> <laughs> 開発した内容としては、えー、あ、これあの、GQ に、 GQ にインタビューが載ってたのかなそれをこの記事で持ってきてると思うんですけど特定のクリップを1分ごとに6度回転できるシーンレイアウトエンジンっていうのと,とあんまり繰り返さずにそのクリップを、うんえー、どんどんどん違うものに変えていく最適な,なんだろうそのシチュエーションに合わせて変えるスヌーピーディシジョンエンジン、うん い <laughs> 開発されたらしいちょっと1個目よく分かんないな、えー、何でしょうその6六度っていうのはどういうことなんですかねその針 <laughs> のことなのかな <laughs> ちょっとなんか細かく書いてなさそうですねねあでもやっぱりこのスヌーピーだからチャールズ・ M ・シュルツ・クリエイティブ、はい・アシスシエッツみたいなそのスヌーピーの半径持ってるところと一緒にやっていてうんうん、うん はい。いや、なんか、すごくいいんですよね。うん、ちょっと、まだ使ってない方は、ぜひ設定してみてほしいんですけど、このスヌーピーウォッチフェイスにすると、あの、コンプリケーションがないじゃないですか。あの、ウィジェットみたいな。そう,そ,うそう、それがね、はい。<laughs> そう。だから、ちょっとね、不便なんですか。そう。若干不便なんだけど、<laughs> スヌーピーが可愛すぎて、そんなことはどうでもいいっていう。<laughs> そうそう。そそそ <laughs> まあ、しょうがないか、みたいな。しょうがない。<laughs> でも毎回見るたびにスヌーピーが新しい動きをしてくれるし、ウェイクしてない状態の時は、スヌーピーがあの、家の、家っていうか、犬小屋の上で寝てるじゃないですか。ああ、うんうんうん。あの寝相も毎回ちょっと変わったりして、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いです。いや、マジ全然今日仕事手つかなかった。<laughs> <laughs> ずっとちょっと見ちゃう。<laughs> 今何やってるかな <laughs> 私もさっき電車の中でスヌーピーまでやってるかな <laughs> みたいな。もうたまごっち状態ですよ。<laughs> あ、そうそうそう,そう。<laughs> めちゃめちゃかっこいい。これは本当に作ってくれてありがとうっていう感じです。もうめちゃめちゃ癒されます。うん、次はアップルがアメリカンサティスファクションインデックス20年連続タイトルを失ってしまったらしいです。はい、え、1位は何になったの、うん あ、なんかこれを読む限りですね。今まだアップルは一位なんですけど、同率一位で、うん、サムさんがえっと一、うん、位に上がってきたということらしいですね。えー、はい。すごい。なんかこのね、あのインデックスを見ると、デスクトップ、ラップトップ、タブレットごとに分けた順位とか結構細かく書かれてて、うん、で今回、まあ、パソコンという大きな括りで言うとアップルとサムスンが えー、同率1位になって、去年はアップルが1位だったんだけど、サムスンは2、2ポイント差で2位だったっていうことらしい、うん。なるほど。83ポイントで同率ってことですね。はい。えー、でも、デルと HP が81で、ね、<laughs> あと、エイサー、他、その他、アマゾン、エース、レノボ全部78って、なんか、点数高くないですか、これ。はい。<laughs> いやなんかデルと HP って、ね、<laughs> 会社のパソコンとかで、ね、結構使ってる人たち多いかもしれないですけどあ<ー>かとはいえ <laughs> 結構、僅差なのにちょっとびっくり <laughs>、ね、という感じですね、うん、タブレットパーソナルコンピューターでもサムスンすごいですね、おい上げがうん、すごいですねギャラクシータブの、えー、満足度が急増したそうです。 うんうん、ちょっと使ったことがないので。ね。わからないですが。そっか。今日もでも隣の席に座った人が、サムスン、フォールド5持ってました。どうでしたなんか見た感じ。えっとね、なんか、まあ、結構スリムな感じで、いいと思うんですけどえっとその、私の前の席の人は、ピクセルのフォールド。 <laughs> あなんかフォールド流行ってるんですね。そうそうそう。まあ、テックユーチューバーなんでね、みんな、ちょっと偏ってはいますけど。<laughs> で、私は、私は iPhone 15 Pro 持ってます、ね、<laughs> 感じで、どやり合うみたいな感じだったんですけど。<laughs> そうそう。でもなんか、えっ、ー、と、言ってたのはサムスンのフォールドは、外の画面が結構いいのか。あ、どっだったかな。<ー>ピクセルは、 あ、違う、逆だ。テクセルの外の画面がいいから、あんまり開かないって言ってましたね。開く必要なくて、<laughs> もうただこの、あの、閉じてる状態で外の画面使ってるみたいな。で、サムスンは外の画面が悪いっていうか、あんまりなんか良くないから、開かないと使いたくないみたいな感じで、うん、開くのを余儀なくされ、るみたいな。<laughs> <laughs> どっちも価値観がありますが。ねね でもなんか、そ,ね、その大きい画面何するのって言ったら <laughs> ツイッターを見る。<laughs> <laughs> えーなんかね、もうちょっとこう、ドラマ見たりしたら良さそうですが、ね。そうですよね。<laughs> まあでも一応スプリットスクリーンで2つアプリを同時に開けるとかはまあ、そかそか便利そうですけどね。うんうんうん。まあちょっとまた来年はどうなるのかという。ね。楽しみなところです。ね、はい。じゃあ次。ティム・クックが X。 での広告やビジョンプロなどのことについてインタビューで話したということです。テッドラッソーを全部ビジョンプロで見たんだ。<laughs> <あ>すごいな。そう,そう、シーズン3をね。シーズン 3? <部>やばい。すごいやい。ね。テッドが目の前に来て、なんかいろいろわちゃわちゃやるのかしら。<laughs> まあでも、あの、空間ビデオじゃなくて、そのめっちゃでかいスクリーンみたいな感じん <laughs> あ,あ、そっかそっか100。100インチみたいな。100インチみたいな、ね。そ <laughs> うそうそうそう。 いいですねサッカーの試合してるシーンとか良さそうですね,ねでもなんかボールがちょっと浮き出てきたりとかしたら面白いですよね、うん、ああそういうのを、うん、見たいですいいな、ね、インタビュー動画がここにエンベットされてるんですけど <laughs> さっきゆかさんにお話ししたんだけど、うん、一瞬ゆかさんが映ってるっていう、ね、あ<っ> <laughs> 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 まさかの。<laughs> まさかの。あ、いたーみたいな。<laughs> <laughs> 結構わかりやすい、<laughs> ちょっと目立つ色を着てたから。<laughs> はい、背景ボケしてても。 すぐかりました <laughs> <laughs>、えー、ウォーリーを探せ的な感じでさぜひゆかささんを探してみてみください今回のこのカーボンニュートラルの話に通じて、えっと、テキサスのなんかブラウンカウンティーっていうところ結構テキサスの本当ど真ん中みたいなところだと思うんですけどそこになんかソーラーパネルとかダーッとこう,もうめちゃめちゃ広い敷地に敷き詰めて。 なんか昨日とでも話ししてましたよねその還元させるみたいな話があったと思うんですけどうん、うん、そういうのをやってる現場に行ってるところの動画とあと LGBTQ のサポートについての話とか X に広告をいつまで上げるんですかみたいな質問に対して彼が、うんうん、考えてるみたいな自分たちに説いている。 解いている。<laughs> 解いている。<laughs> みたいなことを言ってました。<laughs> そうですね。やっぱこの X がいい色になってから、あの、結構今までのコミュニティガイドラインとかを無視したり、無視っていうか、そのもう関係なくなって、本当に荒れ果てた地位みたいな感じになってて、はい、<laughs> やっぱブランドとしてはここに、 いることが、ちょっとブランドリスクみたいなことは絶対出てくると思うんで、アップルとか特にすごくそのブランドをね、うんうん、大事にしている会社なので、絶対考えてるとは思いますね。うん、そうですね。私は今回のアップルイベント一回もツイートしなかったんですよ。気づきました。はい。<laughs> これは結構すごいことだと思うんですよ、ね、自分的に。 他の人。初めてですよね、うん、多分今回。そうですね、一切。行き始めてから初めてで、うんはい、まあ、すごいちょっと嫌な言い方しちゃうと、もしツイートしたらめっちゃバズるじゃないですか。バズるっていうか、う多分ね、拡散されたりとか、いっぱいフォロワー増えたりとかすると思うんですけど、その誘惑に今回勝てたので、うん、<laughs> ちょっと、素晴らしいよかったかなと思っています。うんうん、あの、デトックスが結構最終段階まで来ているなと。はいうん 思いつつ。はい。でも、でね、テック系のクリエイターと今日も会ったらね、ツイッター教えてって言われるんですよね。ああ、うん。そう。でも、<ー>アップルで会ったクリエイターには、えー、っと、うん、インスタ教えてって言われる、ね、<laughs> <laughs> <laughs> まあ、結構ね、インスタもそうだけど、ツイッターも一部の界隈では、名刺代わりっていうか。うーん、そうですね。あの、なんか、キーピンタッチしようみたいな。 感じになっているので、まあそこはちょっと残念だけど、まあ、これからもインスタ交換でいいんじゃないですかねって感じですね。はい <laughs> ティムは家にじゃあビジョンプロがさらっと置いてあってなんか適当に風ってセッ、うんね、トラストを見ようみたいな感じで見てるんですか、ね、なんかみんなが見れないコンテンツっていうか、いろいろこう、俺は見れるんだよって言ってました。俺たそれはそうかわかんない。それはそうでしょうねっていう感じだけど。<laughs> 不思議ですね。 ビジョンプロの生産スケジュールについてまたちょっと責められてて大丈夫ですと言ってました、はい、ちゃんと無事、はい、スケジュール通り出ますと言ってましたえ来年初旬ですってはいそうですねでもえ、うん、全世界で5万台とか <laughs> 台数までは言ってなかったけど <laughs> どうでしょうはい、ね かなり台数少なそうですが、うんうん、次は iPhone 15 Pro Max が5倍にとどまっている理由みたいなことで、うんうん、これもね、なんかね、えー、Apple の VP of Camera Software Engineering、ジョン・マクコーマックさんのインタビューがあって、そこから、うん、あの、 解説しているものなんですけど、5倍カメラが今回なんかテトラプリズムレンズみたいなので、光をあのなんか反射させて、それによって、本当はね、ズームレンズって物理的にこう長くないとズームできないはずなんだけど、あの、この iPhone の短い、短いっていうかそんなに出っ張らずにどうやってズームをするかみたいな技術、 の話を、キーノートの中でもありましたけど、まあそういうことをやっていますっていう話もありつつ、うんうん、でも、サムスンのギャラクシー S23 ウル t r a とかだと、まあ10倍とかあるじゃん、うんうん、みたいな感じで、その辺どうなんっていうのを結構がっつり聞いているみたいな感じ。アップル側の人は5倍ぐらいじゃないと、手持ちでやるのが結構きついみたいな。で、10倍だとなんかちょっと、 三脚に置いたりとか、もうめっちゃじっとしてないと厳しいみたいなことを言ってるんだけど、S23 ウルトラを使う限りそこまでじゃないと思う,っていうか。S23 <laughs> ウルトラの10倍本当にめっちゃいいんですよね。すごいですよね。うん、そう。で、えっと、あとはもう一つ、なんかそのレンズの F 値が明るくないと嫌だみたいな、うん、<laughs> 感じ。 で、15 Pro Max の5倍レンズは F2.8 で、S23、うん、Ultra の10倍レンズは F4.9 なので、はい、まあちょっと暗いレンズですよねっていう感じ。はい、F 値が小さい方が光をいっぱい取り入れることができるので、ナイトモードとかでも綺麗に撮れますみたいな感じですけど。うん、でもね、S23 Ultra 暗いところでも結構綺麗だから。<laughs> <laughs> なんか、なんかあんまり納得感なかったんですけど、 でも、もしかしたら iPhone 16 Pro で、はいえー、もうちょっとそのテトラプリズムレンズシステムがなんか発展するのではないかっていう感じで言われています。っていう話。はい、待ち遠しい。 もう iPhone16 Pro 確かに。もうしばらく、ね。もうしばらく15 Pro をちょっと楽しませてくれるようそうですね。<laughs> 15 Pro Max では5倍のレンズで、まあデジタルズームだと25倍できるけど、うん、まあガビガビになりますっていう感じですね。16 Pro は、えっと、今6.1インチだったのが6.3インチのディスプレイになって、 そのサイズが大きくなることによって、プリズム、うん、テトラプリズムレンズを入れる場所が増えるんじゃないかみたいな予測がされているそうです。<ー>まあでもね、もうこの時点ではもう何とでも言えるっていうか、<laughs> まあ、<laughs> あと1年あるから全く何もわからないけど、はい、ね、もう16のことを考えてる人がいるっていうね。<ー>まあでもアップルの中の人はもう多分20ぐらいまでやってんじゃないですか。<laughs> <laughs> あの、ビジョンプロのあの歴史と同じように。そうそうそう。ビジョンプロ17年前からやってるから。はい、<laughs> iPhone はどれぐらい先までやってるかわかんないですけど。結局ね、Apple 関係のことが多くなってしまいましたが、えっ、ー、と、実は私来週またカリフォルニアに行ってまいります。今月はね、2回カリフォルニア出張がありまして、なんと今回はメタさんと一緒に。うん。 行ってきます。<ー>ええー、メタコネクトっていう、まあ、メタのアップルイベントみたいな。<laughs> みんなね、9月にやるんですよ。テック系はみんな9月にキーノートをやりたがるんですけど、えーえー、メタさんもその一つで、はい、えー、キーノートを、これも本社で、メタの本社の、えっ、ー、と、メンローパークっていうところにあるんですけど、そこで、ザッカーバーグさんがキーノートやって、うん ステイト・オブザ・ユニオンっていうのもあるからデ、デベロッパー向けのセッションもあって、だからちょっと、アップルイベントっていうか、WWDC も合わさってるみたいな感じですね。うん、メタ版の。で、あと、もう、メタクエスト3は出ますっていうのがね、もう、出ているっていうか、結構前から、半年前ぐらいから、自らスポーしてたので。そう,そうですよね。<laughs> ビジョンプロが出る前日に、自ら、言ってましたからね。はい、<laughs> なので、それはもうなんか、バレているんですけど、 まあ、メタクエスト3の発表というか、もうちょっと詳細が分かったりとか、発売のねこととかも分かったりとかすると思うんですけど、えっ、ー、と、それに来週行ってきます、えー。9月27と28にやってるイベントで、キーノートが27かな、うん、なので、日本は28の早朝とかかもしれないですけど、一応バーチャルで、あの、うん、ストリーミングもできるので。はい。 もしかしたらまたストリーミングを見てると、私がちょっと映ってるかもしれない。<laughs> <laughs> はい。はい、ということで、こちらもまたあの Vlog したりとか、いろいろ様子をお伝えしますので、YouTube とか SNS とかチェックしてください。SNS というかインスタですね。インスタスレッズで、はい、<laughs> お願いします。<laughs> 今日の動画ですごいの発見したんですけど、いいですか,ですかちょっと笑いが止まらないんだけど。<laughs> また、キリンキリンの赤ちゃんの、スポットレスキリンの赤ちゃんが、実はアフリカでも <laughs> あの、柄がない。はい、柄なし赤ちゃんが実はですね、えっ、ー、と、発見されたんですけど、うん、かわいいかわいいと思って読んでたら、実は、この前のテネシーのキリンの赤ちゃん、あの、柄なしキリンの赤ちゃんが、史上初だと思ったら、うん、1972年に上野動物園で<え>、実は、 柄なしのキリンの赤ちゃんが発見されてたんですって。えなんで上の図 <laughs>、ね、上上野動物園の <laughs>。上の図の、あれは、歴史は消されてたんですかです今まで。1972年なんで、ちょっと白黒写真なんです<ば>。でも、歴史的な。はい。なので、ちょっとね、この子、スキップされちゃってかわいそうだなと思った。 赤ちゃんなのにすごいムキムキじゃないですかそうなんですよねなんかキリンの赤ちゃんってもう生まれた時点で結構<笑><笑>すごいムムキすごいですねはいということでちょっとこれを由香さんにどうしてもお伝えしたい,います <laughs> キリンの赤ちゃんネタかわいいなでも上の図上の図本当だみんな知らないですよね多分 <laughs> 知らないと思う <laughs> 日本人も 知らなかった。はい、っ柄のしキリン歴史。なんか、この前嘘ついちゃったなと思って。<laughs> サイロさんが嘘ついたわけではないと思うけど。<laughs> あ、そうはい。そういうフェイクニュースがね、はい、横行してたということで。そうそうですね。はい。失礼いたしました。<laughs> お詫びと訂正で。はい。はい。ありがとうございます。<laughs> ということで、床下では、ニュースレターと、 コミュニティをやっております。ニュースレターは月に1回私のこの月のまとめみたいな活動報告みたいなのをメールでお送りしているのと、ゆかスたコミュニティでは YouTube のメンバーシップを通して入れるコミュニティで Discord を中心に活動しています。今も黙々ライブを裏番組。<laughs> 今まさにやっていますが、あの平日の朝と夜にやっているのでぜひ参加したい方。 お待ちしております。ユカスタポッドキャストをお聴きいただきありがとうございます。Spotify でお聴きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。